最終キングコング、どうもよろしくお願いします。さあ今日はね、はい、ルミネの出番の合間でよくここで撮影してるけどね、うん、最近ようこれで言われるのがさ、うん、もうコメントなんでね、うん、あのよく梶原さんが西野さんに近づきすぎてるってよく言われる、うんうん、あ、そうなの。嫌な気持ちになってない？あ、別に、もっと近づいてほしいなと思って。そうなの？ちょっと今のごめん、吹かない。今のワンチャン深いですよ。じゃあ吹かないよ。いや、今の深いな、お前。吹かないよ、何深いって。今お前何つった今。もっと近づいてほしいなと思ってる。深いな。何深いって。今のは要は、西野がいろんなね、こう絵本だったりとかのいろんな活動をしてる中でぐわー言っている。うん、で、うん、俺も頑張っている、うん、で、今言うてさっきのもっと近づいてほしい、それやな。近づいてほしいってそういうことだよ。読みすぎやから。え、読みすぎやって気持ちが、ね、読みすぎ、はい、いやまあちょっと言ってるんですけどもね、はいはい、ちょっとごめん、何これカラ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 って気になってて、なんやろな、なんかずっとカラ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 ってそこで言ってるんですよ。なんかエアコンかな、エアコンかなんかかな、うん、もういいよ、じゃあしゃあないんやったらいいよ、うん、うん、もう仕方がないんやったら、はいはい、これでやりたいんですけど、うん、何個かってね、はいはい、結構前に僕ら月に1回ナンバーグランド花月っていう出番をね、うん、こう行かしてもらってるんですよ。だいたい平均5日間出番言って、5日間ずっと大阪にいる中で、うん、まあ、西野さんって結構こう走ったりするやん、する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 、合間 ね、うん、合間に走ったりする、で朝のやったら走ったりする時もあると思うんだけど、うん、ある時の、うん、一発目の出番の時に、お前覚えてる？覚えてない、うん、あの、え？いやいやいや、まだ覚えてない、そうやな、今ヒント俺出してないから、うん、で、わーって朝おはよう言って行ったんよ、うん、そしたら、まあ、着替えるやん、スーツに、うん、バーって着替えて二人でな、バーって楽屋で、そしたら西野が、あー言って、うん、やってもうたみたいな、うん、どないしたん言ったら、あの、靴忘れてもうた言って、あー、ね、はいはいはい、で靴が、あの、それこそランニングしてる時の靴を履いてきてて、はあはあ、スーツ用の靴って革靴やん、そうそう、それをホテルに置いてきて、ホテルに置いてきちゃって、もう出番10分前とか、ね、うん、もう間に合えへん、うわやってもうたー言って、うん、スニーカーみたいなしかないみたいな、うん、ちょうど俺がその時私服でね、今はこんなスニーカー履いてるんですけど、うん、当時っていうかその時は、うん、革靴みたいなの履いてて、あ、ちょうどね、うん、真っ黒の、うん、で俺がもう言うやん、うん、あ、西野、飲んだと俺の貸してるわって言ったら、うん、食い気味だよ、ええわ。なんでなん、いや、それはええわ。いや俺全然これごめん、一月半ぐらい前の話やけど、全然腹立ってるし、あと腹立ってる、全然腹立ってる、いやそれはええわ。なんでなんで、スニーカー出たやで、ほいで、いやでもそのスニーカーも言っても、うん、その真っ黒のスニーカーやから、うん、まあそんなに目立つもんでもないし、うん、そう考えるとそれと、うん、その汚いその革靴でどっちってなったら、そら俺別に真っ黒も取るわ。違うやんか、お前ちゃんと見てない。俺その時に何年も履いた汚い革靴やったら、俺もう俺の仮想化って言えへんやんか、うん、あの革靴に限ったら俺多分新品中の新品やん。いやでもちょっとつらない。違う、ごめん、何がつらいの、それ何が嫌なの。アンケート取ってみ、金婚カジュアルの靴履きたいか履きたくないかで。もう結構履きたない多いと思うで、なんかネチャネチャして、それもネチャネチャしてるやろ。でもいや、ネチャネチャしてないよ、意外と。ほんま、なんか意外とそのあれ、手のイメージかな、なんか漫才中にこう手を握るときあるでしょ、たまにね、うん、どんな漫才やねそれ。あんねん、ネタの中で、うん、あん時のイメージが、うん、やっぱあんた結構ネチャネチャしてる。ネチャついてるなっていうイメージがあるね、なんか。それは何、水虫的なことってこと？いや、そっちというか、うん、そっちはあんまりないかな、うん、そっちはあんまりないけど、でもなんかネチャネチャして、なんかこう足入れた時にネチャっとしてたら、あーってなるやん。じゃあそれやったら俺が言いたいのは、うん、その時に西野がもう言うなと、うん、要は忘れてもだーみたいな。ああ、でもあ、そんなん言うたら確かにね、それはだから俺からしたら SOS にしか聞こえへんやん、うんうん、なんやったら鏡越しで俺のことチラって見てたやろ。まあ一応その喋り合い、話し相手やから。話し合い、それそれ喋りやから。鏡越しで助けてっていうこと。やってもうたーってやってたやろ。やってへんから。そんなコミカルに面白く僕は目が動かないから。で、やってたから、あ、これは助け舟を出さないとっていうこと。多分まあ西野もチラッと俺の革靴見てたんやろうなと思うやん俺は。うん、なんで全然二人きりやし、別にコントやってるわけじゃないから、うん、天然で俺は、あ、じゃあ俺の貸してあげるよって、あ、じゃあ俺の貸すわ、もうこんなテンションね。なるほど。あ、ごめん、俺の貸すわ、うん、もうこれぐらい、あ、俺の貸すわ、この温度で、あ、ええわ。これ、どこまでいけるんですか。何、そ、靴は嫌じゃないですか、うん、靴は嫌だね。それ、ズボンはとか、まあ、嫌だね。え、あ、でも、
上着ぐらい、一番上のコートぐらいはまだ、まあ、アウターけど、T シャツは絶対やるよ。お前それ今やってることいじめやからいじめかな関係性あってよかったな。いやでも嫌やからな、キングコング梶原のT シャツ 着たいか着たくないかってアンケート取ったら着たくない結構多いと思うんだよで、寝ちゃっとしてるね嫌な気持ちさせてしまった、その意味。お前さ、いや、すっごく嫌な気持ちになったし、俺がな、普段な、うん、もうこんだけ長かったらしてるはずやねんけど、うん、俺そんな言うたかって、汗全くかかへん方やん、どっちかっていうか。まあ確かに。全然かかへんねん。だからベタ好きなんかないから。確かにそっちはなんまないな。その時にでもなんでそんな下品なイメージあるのなんやろな。下品って何？なんか品がないイメージがあるんやけど。あ、まあ食べ方が汚かったりとか、ね、あ、そういうのかもしれない。そういうのはあるかもしれんけど、うん、でも服とかで言ったら絶対臭くないや。確かにやろ、うん、そうやったら思う。思ったことない。確かにそうやったら思う。そこはありがとうって言うてくれたらよ。嫌な思いした。すっごく嫌な思いしたそれで言うと僕からも一つクレーム言わさせてもらっていい？はい、どうぞ。なんすか？それこそそのぐらいの時期ちゃうかな。はいはいはい。18年漫才やってるでしょ。もう18年、丸18年経ってますよ。そう、はい、やっぱでコンビもずっとやってり続けていくから、うん、やっぱまあこの毎日キング毎週キングもまた結構同じ理由だと思うんだけど、はいはい、やっぱコミュニケーションやっぱ取ってた方がいいな。まあ僕もちろんコンビのコミュニケーションっていうのは、あとチームのコミュニケーションやっぱ取ってた方がいいなって思う方やね、はい、いや僕もそうですよ。そうでしょ、はい、で、なんか一緒に、うん、まあこういうのもいいし、うん、こういうのやりつつ、うん、一緒にものづくりとかやれるとやっぱいいな、うんうんうん、一緒に汗かいて、うんうん、ああじゃないこうじゃないとか、うん、時には衝突して、うん、そういうのもやっぱいいなと思って。健康的やし。そうで、ある時、うん、ふと、うん、あ、そうだ、梶原くんと、うん、僕と、うん、あと一人ぐらいで、うん、なんか3人ぐらいでお芝居とかやると面白いかもしんない。あ、なるほどね。2人でも別にいいんやけど、うん、もう1人いたらなんかこう、うん、キャッキャッキャッキャやりながらできるかもしんないと思って、そんなこと言うことあんまないで、僕が相方にかじって、うん、まあ3人でお芝居とかってやったら、うん、面白いと思うんやけど、うん、そういうのできるって聞いたら、うん、できないって。できろお前さそれは。できろそれは。俺別になんていうの、お前はしょんなって。いや、はしょってない、はしょってない、はしょってるって。できろで、それはなんていうの、俺そんなむちゃくちゃお芝居したいやつじゃないで、うん、くれぐれも言ってるけど。分かってる。いや、分かってるって、うんうん、全部分かってるやん、うん、いやもうちゃんと話してくれよ。お前面白くするもん。何やったっけ、すぐフィルター通しておもろをする全然ちゃうやん。もう俺説明させてもらっていいですか、うん、これに関しては、うん、作品名も言っていい？いいよ。 ありがとうね西野からも LINE 来たんですよ。 そうある夜に、うん、ポーンと入ってきて、うん、LINE って来たんですよ、うん、あ、LINE 来たって、うん、ポーンって、あ、西野だっつって、うん、相方じゃないかやって言って、うんうん、嫁に相方から LINE 来たよ。早進め飾りが多いな、このエピソードトーク全然進まへんや。おもんない飾りや。鶴瓶師匠はおもろい飾りで。こっちはもうトッピング。それはお前の仕事やろ。トッピングが全部まずいよ。それはお前の仕事やろ。素材そのままくれ。そこを調理せ。トッピングすな、バカだれ。トッピングを直せ、お前は。トッピングすなっつってね。素材をそのままくれっつってね。今度ホッピングするでしょ。おいどうすんねん、こんなんと食っていくんかい、この先も。今度ホッピングするって。でね、LINE、うん、来たんですよ。でバーって見たら、うん、そう、西野が、うん、ちょっと、どうっつって、グッドコマーシャルっていう、うん、ね、よくやってるじゃないですか、はいはい、やってたよね、うん、石田さんともやってた。そう、グッドコマーシャルで、ちょっと、やれへん、うん、みたいな、うん、3人で、うん、みたいな、来た時に、うん、俺はちゃんと返したよ、うん、返した。すぐ返した。うん、あ、なるほどね、うん、ありがとうと、うん、いいね、うん、ただ、ごめん、うん、そのグッドコマーシャル見させてもらった、うん、結果、うん、俺多分向いてないと思う。向けそこは向けリンゴ。はい、2回目の多い今日のホッピングに続き2回目の多いやねん、もう嫌やわ。じゃあね、それは、うん、僕がやりたくないとかって本当にそうじゃなくて、分かってるよ、うん、分かってくれるじゃないですか、うん、西野も、うん、もちろん、うん、ただただ俺と一緒に芝居やりたいってじゃないの分かってる、うん、俺のことも考えてくれてるやろ、うん、資金庫のことも考えた結果の話のも分かってね、うん、けどさ
めっちゃ面白いんですよ、うん、グッドコマーシャルっていう、うん、あの舞台、まあ、本にもなってるし、うん、めっちゃ面白いんで俺も見た、うん、おもろいな、うん、なったんで自分がどの役するかその大体分かんない、分かった、西野から言われてない、うん、あの役やでって言われてないけど、うん、あ俺あの役やろうなと思った時に、うん、石田でしょ、そうだね、そうですよね、うん、石田さんの役を、うん、石田の役を乗せて石田の役を俺やるって分かってたから、うん、俺ね、あの手の芝居が本当に苦手なんですよ。おい、できるよ、お前そこは。いや、でな、うん、俺言うて、うん、で、俺は、送ったの。うん、だから、西野もやっぱもう偉いもんやから、うん、その全部理解してくれて、うん、あ、じゃあやらない方がいいね、みたいな。うん、みたいな。逃げたい方だよね。そうそう。うん、かでも、うん、俺は、それでも、西野も考えてくれてるから、うん、ちょっとなんやったら、なんていうの、ちょっと待って、みたいな。うん、あのやりたい気持ちはあるの、はい、ただ俺向いてないと思う。向いてたら全てうまくいくわ、全て丸くいってた、なんで向いてへんねん。ほいででも優しいで、その後もバーンって帰ってきて、ちょっと文章あって、あのいやそれは向かないことはやらない方がいいと思うから、優しいやろ、やらん方がええよみたいな。で俺がまたそれに返して、うん、ごめんなーって返したら、なんか LINE スタンプで、うん、映画にせえみたいな感じだったっけ、映画、うん、にせえよみたいな LINE スタンプ、うん、あのハゲた白い、うん、なんか映画にせえよみたいなやつポーンって入ってきて、終わりゃよかったけど、うん、まだなんか俺もう一くだり欲しいな。おい、なんでな、もうまとまってるやん話は。本来そこで終わりやねん、はいはい、だいたい会話の LINE の終わりって LINE スタンプやねん、 LINE スタンプ、 LINE スタンプがもうなんか2回ついたらもう終わりっていう、そう、でも西野も終わらしに来たなってなっちゃった、うん、俺あ、何をもう終わらしに来とんの、何これ、この粘り。どういうこと。だってこっちがさ、提案してさ、あの、もう やめましょうねって、あ、そうだね、じゃあやめましょうねっつって、なんでそっちが続けよう。俺が粘るんだったらまだしも、ちゃうね、俺も反撃したなって、何反撃って、腹立ってきてん、なんか偉いぜーみたいなこと言われた時に、あー終わってまうと思って、これは終わらせてなるものかと、うん、ちょっと待ってと。そもそも俺があの手の芝居苦手なん知ってるよねっつって、はいはいはい、だから西野にね、はい、僕は売ったんですよ、はい、ああ確かに、はい、西野から、うん、確かにそうかもねーみたいな、うん、苦手かもねーみたいな、うん、帰ってきたの、うん、で俺もそこにまた、いやそれはちゃんとお前が分からなあかんとこちゃうんかみたいな、ギャグで、ギャグでちょっと上から言うみたいな、マウント取るみたいな、はい、そうそうそう、そしたら確かに西野が、うん、また映画にせえみたいなの入れてきて、うん、ポンって、うん、はい、あこいつまだ終わらしに来てるから、ええやないか。この先に何があんねん。このやり取りに終わらせるべきやり取りやろこれ。終わらせるべき、何もないんやから、なんで終わらしにかかったらあかんねんこれ。終わらせるべきやり取りやろこれは。そう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 、そうそうそうやないわ。でそこで俺も確か返した、同じスタンプを、うん、いやお前がええ加減にせえみたいな、うん、ことで平和にやり取りは終わった。そのラストの2回ぐらいの2回戦は、それを2ターンは、まあ、もう照れ屋やな、分かってるはずや、西野も。俺かてな、言うてもそうやって気使うてくれたというか、その先々のことを考えた上での気持ちも分かってるから、はいはい、俺もあっさりでは終わらせたくないというこの人情や。ジジイ芸人こら、いや、ゾウワシ人情や、わしかて人情や、わしかて人情や。それでな、コンビでやな、お前相方ばそんなこと言ってきてくれて、ごめん俺向いてないからやめとくわで終わっててみ、うん、こんなコンビ、あがな、よくない、そば人情だ。人情とか言うな。もうちょっと年食ってから言うてくれ。30代の芸人が人情とか言うな。いや、ほんまにだから、いや、だからありがとうと思ったんよ。でもね、ほんまに面白いんですよ、グッドコマーシャル、はい、でもね本当にね、うん、なんていうの、お芝居って僕苦手じゃないですか、はい、実は、はいはい、苦手ではないんですけど、うん、向き不向きってあるんですよ。何ができるんですか、逆に言うと、向きで言うと、人情。人情思んなさそうな芝居やな。男は辛いよとか、うわそっち芸の、おいちょ待てやとか。見たないわ、お前の人情。あの、西野の本って、うん、その、ウトマジの本って、うん、何が一番多いかって言ったら一人芝居多いんですよ、うんうん、その一人で何かしらをこうやって演じて、うん、演じてじゃないな、なんて言ったらいいのあれ、うん、一人でこういろんなことをこう喋りながら、うん、話進めながらっていうのがあんねんけど、そういうのが苦手なの。なるほど。人がいて、うん、
1人いて1対1なり1対2なりさ、うんはいはい、そういう人がいた会話だとできんねんけど、うん、俺1人芝居が苦手やった。そんなあったっけ、グッドコマーシャルで1回もないで1人のシーンなんか。なんていうの、そなんつったんやろうな、まあ、特にドア玉は1人やんか、うん、ドア玉の、ね、もう30秒ぐらいでとかはそうやねんけど、うん、なんかなんつったんやろ、難しいな、すごい演技力いんだよ、ね。あるんちゃう、演技力。演技力あんねん。演技力、これなんないの、演技力。演技力ある、俺絶対あると思うねん。どんな演技もできんの。基本的にはね、人が会話系やったらね、うん、でもなんか、わざとらしくなっちゃうの。あ、なるほど。その、西野の本って、一、うん、人で喋りながら笑い取ったりすんのよ、うん、それがね、笑い取るのはできんの。もうできないね。感動しかさせられない。それよく生き残ってんな、お前18年間も。いやいや、芝居やった。感動しかできひんやつ。芝居で言うたらやん。芝居では笑いは取れないんですね。取れないあの、本がしっかりしてればしてるほどきつい。無理なんですね。難しいな、世界観がさ。何ができるんですか、梶原さんって。こんなこと言うとあれやけど。お芝居の話何でもいい。俺、うん、何でもいいってどういうこと。なんかそのなんか、うん、コンビで協力してできるようなもので言ったら何があるんですか。あー、コンビでね、うん、そうだから漫才とかじゃなくてってことですか。漫才はもうやってるじゃないですか。漫才はやってますよね、うんうん、コンビでできることですか。で、何でもできますよ。何でもできんの、あなた。何でもできると思いますよ。やろう思ったらそれは何でもできるんですけども、はい、あのさ、やっぱり俺にもちっちゃなプライドがあるやんか、はいはい、例えばさ、はい、もうごめん、ここまで話していい、うん、超えなあかんと思うの俺。何を。例えばグッドコマーシャルやるにしても、はい、やっぱり石田、その前のね、そう、石田とか、うん、しずるの村上でやってたやつを僕は見させていただいたんやけど、はい、めっちゃおもろいんでな、うん、見た時に俺がもしもうやるとするならば、うん、絶対超えなあかんや。なるほど。やるとしたら、はい、自信がなかった。負けた。負けた。石田は器用やわ。やっぱ石田ってさ、あいつも本格やん。確かに。だからできんねんってあれ。なるほど。本書いてる人ができる芝居やと思う、ね、なるほど、なるほど、うん、俺見た時に勝てる気せんがって、うん、比べられるやん、言うたかて。まあそうなんかな、うん、そうやと思うのよね、うん、なるほどね、うん、だからいろんな思いがあって LINE、うん、俺はやり取りしたかったのよ、はい、なるほど。でもありがとな。人情みたいな、やっぱまっすぐ見るわけじゃなくてちょっと横顔でありがとう。人情の上に流していったの目を。これが人情の言い方かい。ええやっちゃね、ええやっちゃ、ええやっちゃね、翔太さん、ほんまにいろいろ考えてくれてはんねん。そう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 。でもなんかまたね、やろうよ。まあ確かにね、うん、なんか2人でね、まあだからそういう意味ではこのチャンネルっていうのはむちゃくちゃ貴重や、うん、そうだっけ、むっちゃ手抜いてんじゃん、なんか。なんかやっぱりカジサックが やってるやんか、うんうん、で、カジサックが YouTube やってるからっていうことで、うん、やっぱ YouTube 見るようになって。おー、ありがたい。カジサックのやつももちろん見るで。ありがたい。見るし、うん、他の方の YouTube のチャンネルとかを見た後の、うん、毎週キングコングのクオリティの低さ、うん、取って流しっぱなし。これでも何しやん。これはな、これはな、これでええねん。これはオフというか、もう動画がそっちになってるから、例えばこれでな、パンパンパン編集入れてな、うん、テロップガンガンガン入れ出したら、うん、多分俺登録解除されると思うわ。なあ、まあしんどい。確かにこの感じがすごくいいし、うん、俺もこの感じやからやりたいし、うん、なるほど。あなたも絶対そうでしょ。なるほど。この感じがええから、うん、これからも引き続きやっていきたいと思いますけど、まあ、グッドコマーシャルの件については本当に申し訳ございません、はい、いや全然僕は何でもいいですよ。だからやりたくないわけじゃない、はいはい、もちろん、はい、うん、いろんな理由があった中でちょっと探しましょうよ、二人で。なんかやれることね、なんかやれることをね、なんかできたらあるんだっけな。いや絶対あるんですよ、そんなんで言ったら、うん、絶対あるんですよ。あるっけ。だからお客さんが楽しんでくれそうな、ワクワクするようなことでしょ。そう、なんか、うん、こういう映像だけじゃなくて、うんうんうん、生の、うん、本当にそう、会場にでなんかするっていう、うん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 、歌とかある。いや俺も今思ってた、実は、うん、なんか俺と西野で小袋さんみたいなこと二人フォークデュオ、結婚んちゃで。それで言うと俺が足引っ張っちゃうわ、次は。声ガチャガチャやし。全然ちゃうからな、タイプが。なんかシンセサイザーとか扱われへん。俺急にかい。急にか、俺が、うん、シンセサイザーで、うん、で、こっちはボーカルかい。俺ボーカル。おい、いいなお前。俺嫌やな、シンセサイザー。なんか俺あんまりあれ見てかっこいいと思ったことないね。だそこはちょっともう逆
なっちゃうかもしれないけど、ちょっとシンセサイザーで笑かせよ。シンセサイザーで笑かせ。歌、おもろいな。歌ええと思うね。その、うん、むっちゃええ歌がおもろいな。そうだ、あなるほどね。その、歌ネタとかじゃなくて、おい、ええやないかいっていうの。歌詞書きや、歌詞書きや。なんで歌詞書いよったんや。歌詞書きや、うるさいな。歌詞書きてや。もう言うてんねん、ずっとカシャ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 。ええ歌、確かに面白そう。その際どうなん、あんのその際は。あると思う。あるやろな、多分すごい。だって、うん、煙突町のプペルの曲作ってん。うん。ハロ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 、あのハロウィンの夜にやって聞いた煙突町のプペルの曲作ってん。ダジャレ？ダジャレじゃない。だとしたらもっと面白くあれよ。そういや、うん、再生累計の再生回数でいうとそのかむちゃくちゃカバーされてるから。うん、え？で、ね、まあいろんなとこミュージカルとかあったりしてるから、うん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 、多分音楽作る才能あるんじゃないか。あ、じゃあ絶対あるよ。で、歌詞書く才能もあるわけでしょ、うん、で、俺はもう昔からキングオブではプレイヤーですから、うん、歌、歌唱力はそこまで抜群ではないけど、確かにちょっと、うん、俺やっぱあのテレビとか見てて、うんうん、レコーディング憧れあんねん。おなんかレコーディング映像を見てるところのさ、うん、あの映像ってちょっとかっこよかったですね。かっこいいね、あのドキュメントとかで。あ、かっこいい。あれやりたいな。あれやろうよ、じゃあね、いつかほんまに作ってよ、曲。曲作ろう。曲作ってよ。俺はめっちゃええ曲。うん、LINE ちょうだい。LINE 待ってるよ。こうだって言って、そうそうそう、ギター弾いて歌詞か送って、うん、そうそう。うまいんやっけ、どれぐらいうまいんやったっけ。なんかでも声気持ち悪くなかったっけ。まあ声はね、好き嫌いがあるからあれやけど、うん、いやでもうまいっすよ。うまいはうまいよな。何な点ぐらいあると思うよ。何点満点のやつ。12。変な満点。変な満点。12満点だとするならば12点満点。あ、12点満点とするならば7ぐらいは。なんで10点満点でもうちょっと下にしてくれへんか。10点満点で言うたら6ぐらい。じゃあ10点満点で言うよ。12点満点で言うなよ。6ぐらいはあると思うよ。ライブやりましょうよ、それで、うん、音楽ライブ。キングコングの。それはもう解散とか関係ない。俺解散か解散かそのコンテンツやってるから、うん、それを関係なくキングコングカジュアルとしてやろうよ。キングコングとしてやん。そうそう、キングコングの。面白いな。うん、それやったら面白いんじゃない。だってライブする。ライブやろうよ、じゃあ先に、うん、ちっちゃいとこでいいから声押さえといた方が面白いかもしれない。もう締め切りを作っておって。なるほどね。全部オリジナル曲ですか。え、ちょっと何曲いくの。いや、どうするんです。だって音楽、じゃあ1曲作ったとしてライブやりますってなって、うんはい、じゃあ1時間のライブだとして、はい、おしゃべり55分ですか。そうですね。そうしかないでしょ。てか語りや、それが歌の1個やん。な、55分語る。で、最後サビで終わり。トンネルズみたいな構成です。お笑いをやり、バラエティやり、最後、じゃあ歌います。ああ、そうか。そうそうそう。1曲や、それで。1曲。それで1曲ですか。あ、ミニライブやりたい。ね、ミニライブやりましょうよ。ありかもしれないですね。でも、もう本当ふざけなしの。いい曲。確かに曲自体は。いや、それも本当やってます。何歌える人なんですか。僕、うん、苦手分野は正直あんまりない。英語とかはあんまり喋られへんけど、うん、それ以外だったらバラードでもいけるし。いけるんすか。いけるいける。極力高めないから。あ、そんなん出るんすか。うん、あんまり低い歌は苦手かもしれない、はい、へー、うん、甘い歌がいい。甘い歌歌うんかい、うん、甘い歌がいいな。なんか俺たちはみたいな無理モデル何今の。びっくりしちゃった。そのロックが苦手かな。あー、声がでもそっちじゃないから。そっちじゃないから、あの嫌いじゃないんだけど、はい、嫌いじゃない。自分が歌うってなったら俺たちうわーとかあるやん。なんかあーついてこいよ忘れんなよ。誰なんだよ。ついてこいよ忘れんなよ。どっちやねん。何ついてこいよ忘れんなよって。どっちやねんな。何ついてこい。そういうそういう、うん、そういうロック系じゃなかったらいいよ。全然それ以外だから。ああいいね。強いて言うならば、トモも歌作るでしょ。え、トモもバンドやりますもんね。バンドは、はい、やりますよ、うん、たまに。トモやりますから、はい、だからブルーハーツさんとかさ、はんはん、めっちゃ好きやねんけど俺、うん、カラオケでは歌えない。
あ、歌えないというか、歌えない語弊やろな、そのあんま得意じゃないよね。なるほど。テンポの速いやつよりもちょっと歌い上げる系の方が。ああ、そっか、ね、まあそういう言い方もまたちゃうねんか。ちゃうんかい、助け舟出したのに。いやだってゆずさんとかさ、あでもテンポはええやんか、はい、だからああいうのだったらいけるし、テンポというよりもそのロック、俺たちについてこいよみたいな。誰なのさっきからそモデルが。よ、忘れないでおくれよ。なんなその遠足の歌かなんかかい。ついておいで、忘れないでって遠足ソングが。遠足ソング。何遠足ソング。いやまあちょっと今後考え、はい、ていきましょう。じゃあ最後すいません、危ないな、忘れてましたね、危ないな、大花粉。何やねん大花粉って、テンパンねんこれ。で、花粉がたくさんっていうの言いたかったんや、でも思いつかへんかった。大花粉です。メモのお願いします。テンパンねんこれ。